皆さんこんばんは。テニスのいろいろお話する番組テニチューブ始めたいと思います。横山です、よろしくお願いします。道場です、よろしくお願いします。はい、さて今日 今日はということで、はい、横山さんもいよいよもう大詰めですね。はい、あと何回か何が大詰めなの、やめるのかやめてはいるけど、ね、あ、そうそうそう、まあそうだね、まあまあまあその辺は詳しいことは次週かな、詳しくお話はさせていただくんで、はい、お楽しみにいただけ、誰も楽しみじゃないんじゃないですか、はい、ではやっていきたいと思いますが、今日は毎月恒例のということで、テニーランキングやっていきたいと思います。はい、この番組はテニス界のいろいろ調査しランキング形式で発表することで、今のトレンドムーブメントを知っていただいて、お買い物を参考にしていただきたいというコンテンツでございます。はい、この番組は、矢野経済研究所様のご協力あって成り立っているものでございます。いつもデータありがとうございます。矢野経済研究所様は、調査能力を持って日本の産業に参画するという理念に基づかれておられまして、3000セグメントということで、あらゆる分野の、市場マーケット情報をお持ちというところで、テニスに関しては400社の、はい、セルスルーですね、のデータをお持ちなので、それをお借りしているという状況です。日本では唯一ね、矢野経済研究所様だけがこういうデータをお持ちで、海外だと TIA とかね、テニスインダストリアルアソシエーションかな、はいはい、うん、そういうところがあるんですが、日本はなかなかそういったところがなくてというところで、矢野経済研究所様にいつも私は昔から頼りっぱなしというところになっておりまして、そんな情報をお伝えしたいと思います。はい、まず最初に発表させていただきますと、2024年の7月ですから、7月1日から7月31日まで、はい、の、全国400社でのベストセラーランキングを発表していきたいと思います。はい、はい、今回は、うん、お、あれというより来ちゃったねっていう、来ちゃった、はい、来ちゃったねっていうのがありますね。はい、もうこれ皆さんピンと怒られてると思うんですけども、はい、発表していきたいと思います。まず第10位は、先月からワンランクダウンということでございまして、イーゾーの98、はい、はい、ね、なんかちょっと噂ではシャポバロフがまたイーゾーンに変わるんじゃないかっていう噂がね、ちょっと出てたりする。まあそれだったら98なんですけど ね、はいはい、パワー系の細マッチョスペックというところで、まあ、ここは私も頑張ってほしいなというところでございます。はい、そして第9位来ちゃいました。はい、ファントムグラファイトの100、はい、プリンスの絶対最強マテリアルということで発売されて、もう今ものすごいことになってるみたいですよ。もうブリングさん自体がですね、発売された、ザイロンという素材が入った、はい、まあ、新素材セッティングですよね、うん、のファントムグラファイトの100、うん、で我々ちょっと前に、ちょっと小さな黄金スピックでやったじゃないですか、はいはい、あれの番組も含めてファントムグラファイトの97を取り上げたんですけど、うん、結構ね見ていただいてる方多いみたいで、あのお声掛けいただくことが多いんですが、ちょっとね貢献してるのかなみたいな。まあこれ100ですけどね、うん、いやでもね、はい、もしかしたらねそうかもしれない、もしかしたらかもしれないけど、はい、ただまあ100がここに入っているという状況でございます。第8位が、前月第7位からランクダウンということで、ブレイド、うん、はい、そして第7位が、はい、来ちゃいました、ファントムグラファイト107。これは嬉しいですね、はい、でね、はい、これまあまあ嬉しいんですけど、はい、普通考えたら100と107で考えたら100の方が売れてそうな気するじゃない、はい、いやいや絶対そうだと思うんですよ。だから107入んないのかと思ってましたから。グラファイトは違うんですよ、さすが、やっぱり107なんですよ。伊藤達磨くんが使ってる、伊藤達磨くんね、もう今季限りで引退ということを発表されてますけれども、彼の最後のラケットになるということになるので、そういう意味でも売れてると本人に、ね、たまたま LINE する機会があったんで、売れてるらしいよって言ったら、本当ですかって言ってた、はい、タスボ君のせいじゃないよいやいやいや彼がね使っているという、まあ、ドラゴンショットファンも多いですから、そうですね、はい、ということでございます。なのでここでね2モデル入ってるということでございます。すごい、はい、で第6位いきましょう。6位、はい、6位から変わらず V コーの100スピン系黄金スペックということでございまして、うん、トップ10のうち6から10はこのようなランキングでございます。はい、第5位以降はランキング変わっただけですね。はい、いきましょう。第5位は3位から5位にちょっとダウン、スピード、うん、シナーがね、このあとですよ、これ7月のスコアだから、はい、US オープン優勝してるから、うん、8、9でまた伸びてくる気もするんですが、3位から5位にワンランクダウン、そのかに上がってきてるのが、先月第5位から4位に上がったのがピュアドライブ、さすがだ、はい、で、第3位が4位からワンランクアップのピュアアエロ、うん、はい、もうここ、バボラの顔の2本ですね。はい、はい、そして第2位はもうパパっていきましょう。はい、なるほど、はい、で2連覇、最近ねラケットこの王冠出してなかったんですが、今回出しました。
失礼ながら連覇しても出してなかったんですけども、あれそうでしたっけ、はい、あそうです、出してなかったんです、ストリングだけじゃね、もうねラケット結構コロコロ変わってたんで、もう入れてなかったんですけど、一応入れようかなと思って、え、1位、6月度に続き7月度も1位でございましたということで V2 ということでございます。で、ランキングの外に行っちゃったのが、シエラ、まあ多分ね、エントリー層の購入はちょっと控えられたのかなと、まあね、はい、あとクラッシュがね、前月上がったのも不思議だったんですが、今月はないということですね、ウィルソンのクラッシュで、プリンスがね、2本入ってたじゃない、ファントムグラファイトの107と100ね、はいはい、これがね、実を言うと23年の5月、24年の5月、はい、要は春、はい、新入生需要のある時にだいたいシエラが入るじゃない、はい、ね、要はエントリーモデル、はい、エントリーモデルじゃないモデルで2席取ったのは初です。あ、なるほど、パフォーマンスだけで取ったのは、はいはいはい、でね、ここから想像するに、この後恐ろしいのがエンブレムが新しく出てるでしょ、この後に、うんうん、その後にファントムが出てくるでしょ、うん、ちょっと楽しみ。そうですね、ファントムはね特にね、だからもしかしたらこれ落ちなかったらよ、うん、議席数ちょっと ね伸ばす可能性があると、うん、はい、議席数いくんですが、まずはスペックでいくと、黄金スペックが5から5なんで変わらず、プラチナが1から1、細マッチが2から2で変わらず、うん、ここに入ってきたのがプリンスの、はい、ファントムグラフトの100と107ということです、うん、メーカーによる議席数がヨネックスが4から4変わらず、バボラが2から2、ここも安定のそこですね、でヘッドが1から1ということでスピードは必ず入ってる、うん、でウィルソンがクラッシュがなくなったので1本になってしまった代わりにプリンスが1から2ということで、うん、議席数この後、8、9どうなっていくことやらというところですかね、はい、非常に楽しみなところでございます、はいはい、で一方で、今発表させていただいたのは矢野経済研究所様のデータを拝借して全国400社だったんですが、世界、まあ、世界一のテニス専門店、ラケット専門店と言っていいと思うんですが、ウィンザーテニスチャンネル様とも、資料を拝借しておりまして、毎月第1金曜日に、ウィンザーのテニスチャンネルで発表されているものをここでも、再度発表すると、うん、で7月にもっと売れたのはということで、あのニューモデルが大暴れという題名させていただいてたので、うん、もう想像つくと思います、うん、はい、やっていきましょう、はい、第10位が前回第7位からランクダウンということで、専門店の中でもちょっとランク落ちてきちゃってるかな、ブレードですね、うん、で第9位が10位からワンランクアップ、ピュアアイルの98、うん、アルカラス、そうですね、はい、アルカラスは今 RPM チームを張ってて、うん、ブラストじゃなくて、そんなことがどんな違いがあるんだろうということで、これ宣伝ですけども、ウィンザーテニスチャンネルでライバル対決やってたりするんで、うん、ぜひそちらもお楽しみいただければと思います、はい、そして第8位でってれーということで、ファントムグラフの100、うん、はい、すごい、さっき第9位でしたよね、はい、全国では、ただ専門店の、世界一の専門店では第8位に初でございます。そして第7位が5位からちょっと落ちてきたかな、 V コアの100、そして E ゾーンの 100L、よし、ここまで落ちてくれたかっていう、はい、6位まで、はい、落ちて嬉しいわけじゃないですよ、そうですね、ここ珍しい、ちょっとね議席開けてこないと、はい、そして第5位が6位からワンランクアップのピュアエロ100の方でございまして、うん、第4位が2位からちょっとダウンスピード、はい、ただ第3位はやっぱ E ゾーンは4位から3位に上がったと、すごいですね、はい、いやでも2位と1位が入ってますね、そうそうそう、まあどっちかは分かるんですよ、一つはね、何を、100L は出てこないかなと。ああ、もう100L 最初から先ほど6位出てきてるのか、はいはいはい、あれ、あれだな、ちょっとあれありますよ、ごめんなさい、ピュアドライバーありました、ね、そうそう、ピュアドライバーでもそれ先ほど言ってほしかったな先に2位は出てほしかったけどそれが1位なんでしょう、2位なんでしょう、2位がもうそれで1位が分かんないですって言いたい1位がね、さすがにピュアドライバーも先言っちゃいますよ、そうそう、もうあなたネタバラしちゃった、そうそうそう、2位ですか、え、分かんない、いや、その大暴れが来るのか、はい、そうよ、来ないのか、これで、ね、これね、全然違うラケット来たら大暴れてタイトルつけて私怒られるよね、さすがに。でも8位はなかなか、8位でもなかなかそうですよね、2位ですよ、すごいっすね、ファントムグラフ107、これオーバーサイズがここまで来るのもないんじゃないですか、なかなかないよ、やっぱ三種の神器だよ、さすが、あとタッちゃん、まあ、辰馬くんの影響はあると思います、どうですねお前いや本当にね、でもすごい、すごいな、うん、107ですよ皆さん、まあ、でもこれね、ちょっと示唆しましたけど、うん、本当昔グラファイト使ってたんですけど、うん、これに近い感じがしていいなと思ってたんですよ、め
近くないよ。近くないですか？相当良くなってる。あ、本当ですか？次世代の三種の神器ですよ。いや、いいなこれ。いや、2位ですよ。はい、まあ、あんまり言うとね、怒られる。2位ぐらいになるよって怒られちゃうと困っちゃうんですけどね。はい、第1位はもう発表、さっきネタバレしちゃったんで、ピュアドライブ。これが2週連続でございます、ウィンザーさんの中では。すごい。はい、黄金スピーカー 5から、ちょっと待ってください。黄金スピークが5から5、プラチナが1から1、細マッチョが3から2になって、プリンスの2本が入ったと。はい、で、2023年の5月から我々トップ5じゃなくてトップ10をウィンザーさんは発表なさってるんですが、それ以降でプリンスが2本入ったのは2024年の4月、エンブレムと X100 ツアー、いわゆるちょっと熱い系かな。はいはい、X ありましたね。で、2つの議席を取った以来なので、それから考えて、モデルから考えたら、いよいよこれ本間もんかなっていうか、本間もんって言ったら今までって怒られちゃうけど、じゃなくて本当にすごいなっていう。でも今度ね、ファントムが2種類とか入ってもおかしくないですけどね。だって店頭並ばないらしいからね、予約で。プレゼント T シャツ大変になってるらしいよ、足りなくて。まあまあ、なのでちょっとメルカリに出す手もあるかなって。僕の周りの人もエンブレム、あ、ジェンブレムじゃない、それ買うって言ってましたね。ファントム、ね、すごいね。はい、で、議席数だからちょっと変化があります。ヨネクスが4から3、はい、ちょっとね、何回か3はあるんですけど、まあ、それでも3持ってる。バボラが3から3落としてません。ヘッドが1から1、スピードが健在、ウィルソンが1から1、ブレードの1本、プリンスが1から2、これ次月は2から3、4になってるかもしれないし、だからファントムグラファイトが落ちなければよ。そうですね、まあ、さすがに2本ともって難しいかもしれないけど、1本は残る気がして、うん、ファントム2本入る気がするのよ、オースリーとね。あー、どうかな。でもエンブレムが入ってるから3は硬いかな。いや、でもグラファイト107がここに来るってすごいですね、うん、100だったらまだなんとなく分かるんですけどね。でもやっぱそれだけ、ライバルモデルも少ないし、やっぱファントムグラファイトならではっていう、うん、もしかしたらファントムグラファイトファンはやっぱり107、最初の審議、うん、分かっていただいてるのかな。そうですね、三種の神器またやりたいな。ああ、そうですね、今のね、うん、感じで。ただ小林さんがいないからね。ああ、うん、まあいいんですね。そうそう、いいじゃないですか。はい、ぜひぜひ、はい、では行きましょう。ストリングスいきたいと思います、はい、こちらも矢野経済キングさんのデータ拝借しております。ありがとうございま す,、はい、います発表します。ストリングスパパッといっちゃいますね。第10位が8位からランクダウン、ブラストの130でございます。第9位が13位からランクアップ、トップ10に入ったのは2024年の2月、9位以来ということで XR3 ということでございます。テクニファイバーの柔らかいストリング。そして8位が9位から、1ランクアップの AK プロ、7位から7位が変わらず XL、 6位から6位変わらずミクロスーパー、うん、そして5位が3位からちょっとダウンですね、 X1 バイフェイズ、うん、4位が5位から復活、ポリツァーレブ、はい、で第4位がポリツァーレブですね。第 3位が、850がまた上がってきました、うん、で2位1位変わらず、はい、21連覇、はい、もうさっと終わってきます。でも20回やってるとかね、はい、そう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 。でね、ハリケーン、はい、過去この、うん、先月と先々月は、はい、あれもしかしてトップ10に常連なんのかなって言ってたんですけど、今回は確かね、はい、10位には入ってないです。何になったかがちょっと分かってないですけどね。ただね、ブラストが全国的にタンパリの、うん、在庫がすごく少ないらしくて、逆にリールが飛ぶように売れてるなんてこと聞いたりもしますけど、やっぱりアルクラスのあれですかね。あれはチームだけどね、はい、まあ、でもブラストはブラストですもんね。ブラスト RPM チームだね。あ、ブラストのチームですか。そうそうそう、ブラストのチームですよね。そう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 、ちょっと柔らかめの方ね、うんうん、だからこの辺がね、チーム入ってきてほしいんだよな。あ、ちゃんとまさに伝われば、うん、でもやっぱブラスト使ってる人はこれいいんじゃないですか。だからね、はい、ブラスト貼ってる人めっちゃ多いわけじゃん、うん、めっちゃ人気あるから、うん、だって一回試した方がいいんじゃねえのかなっていう、うん、はいはいはい、だってアルカラスが試したんですから、うん、まあ完全スイッチじゃないらしいんですよ、うん、まだどうするか悩んでるんですが、それで、ローラン・ギャロスとウィンブルドン優勝してるわけだから、うん、皆さん試す価値ありだと思います。そうっすよね、そう、それで優勝してるんですからね。それがね、同じ時期に集中すれば1位になってもおかしくないよね、うん、チームがね、はい、まあ、ということで、ぜひぜひ皆さんご検討いただければと思ってます。はい、あ、21連覇出してなかったな、21年、はい、もう、まあ、こんなのもね、ヨネクサももう諦
当たり前だよと思われてるかもしれませんが、うん、はい。で、もう一つ、今度シューズのランキング、先月から発表させていただいていますが、こちらも矢野経済研究所様にご協力いただいております、はい。で、毎回これご説明しなきゃいけないのは、シューズブランド多々あれど、ソフトテニスの公認取ってる取ってないで、大きく影響はしちゃうので、まあ、シューズというのは店頭並べて、ラケットショップが置いていたら、ソフトテニスも来られますし、公式テニスの方も来られるので、どちらかに売れたかは分からないんですが、ラケットはね、公式を軟式の人たちに買うことはないので、明らかに公式のマーケットだと分かるんですが、うん、シューズはそういうこともあるという上でお聞きいただいたらいいのかなと。で、先に言っちゃいますけども、トップ10のうちトップ10全部ヨネックスです。はい、ヨネックスなんです、はい、あなたのお友達がすごい。ただあなたのお友達はまだまだ危機感も持ちながら、うん、もっとチャレンジしていこうと思われると、うん、はい、そのうちこれトップ21回出してみたいな、はい、ただね、おっしゃってたのは、今の時期だから特にヨネクさんがトップ10中トップ10だとおっしゃってました、うん、時期によってはやっぱりいろんなモデルが入る時もあるということなんですけれども、ね、発表だけしておきましょう、まあ、ということで、4、5、6は絶対無理ですね、うん、でなのでもうさーっといっちゃいますね、はい、パン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 と言って9と10は前月と変わらず、8位が7位から、ソニー KG3 が1ランクダウンだけども、そうか、そうですね。で、まあ、ちょっと、まあ、ちょっとね、中で入りくりがちょっとあります。うんうん、ちょっとだけ。はい、なので、まあ、それがいいですか。そうですね。はい、で、5位、4位、3位、2位、1位ということで、1位には変わらずということなんで、2連覇でございます。はい。ただ、すごいな、そう。でね、やっぱりこれ、いつも発表するのは、もうトップ5が全部オムニなんですよ。うん、で、あと下はね、6位から10位の中は4つがオールなんですよ。そうですね、はい、だからやっぱりオムニの方が需要が高いというところと、うん、3とやっぱり 4E でいくと、3が6、 4E が4で、ここに E が入ってこないのはいつも、まあ、一石投じたいと思ってはいるんですけれども、うん、まあ、このようなマーケットの回答だということですね。はい、まあ、オールコートもインドアとかでね、うん、使ってる人が買ってるのかもしれませんしね。そうね、あとそうね、まあ、やっぱりコートの事情がね、うん、っていうところかもしれませんね。ソフトテニスの人はね、なんかほとんどクレー、うん、オムニクレー、ね、そうね、オムニコートでやることのが多いような気はしますが、うん、ということで、ちょっとね、来月ちょっと何か変動が起きたら面白いななんてことで、ただそこをゆ許さないヨネクさんもおられると思いますんで、ヨネクさん新製品出てますから、シューズね、ソニーケージの次のバージョンなんだっけ、ああはい、何でしたっけ、そうそうそう、あ、ちょっとやばいな、そう、友達の、いや、そう、8月にね、あった時、はい、話した、アドアクセル、違う、違いますね、なんだっけ、それまだ言っちゃダメだよって言われました、もう出てるっていうね、あ、8月にね、あった時、うん、そう、あ、なるほど、あれなんだったっけな、そうですね、勉強しておきます、はい、ちょっとね、買おうかなとちょっと思ってて、あ、本当ですか、はい、シューズもちょっとね、シューズも、うん、他社さんのものいろいろ今見たいなと思っているので、うん、というところでございまして、またその辺もね、ご報告できればと思います、はい、はい、ということで、7月のランキングでございまして、この番組は皆さんと作るテニスランキング調査番組になりますので、ぜひぜひこんなことをランキングで言っていただければと思ってます。でね、今度テニランキングまた実施します、はい、第6回目になるんですけど、前回がね2000件ぐらいのアンケート回答いただいたんで、うん、今回もということで、だ今回ちょっと趣向を凝らしていまして、はい、ちょっと来週詳細は発表させていただけると思うので、今までにない形の、というか今までにない角度でのちょっと皆さんにアンケートをねお願いしたいと思います。今回もご協力いただければと思ってますので、はい、また詳細は続報来週ですね、お待ちいただければと思います。はい、以上、2024年の7月のテニーランキングでございました、はい、はい、そうですね、横山さんが去る、うん、マーケットの状況はこんなでしたけども、うん、はい、そうですね、まあ、僕もこれからはね、一ユーザーとしてね、あ、視聴者としてね、これを見ていくかもしれませんからね。そうしないともやっぱ分かんなくなっちゃうんだよね何が売れてんのか、そうそうね、そう、やっぱ買う時にはね、こういうのぜひ参考にしていただければと思いますんで、うん、はい、まあ、来月からもこれあるかどうかちょっと分かりませんということでございます、はい、よろしいですか、ええ、大丈夫です、はい、こんな感じかな、はい、はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。では皆さん、さようなら、さようなら。